本庄選手お疲れ様です、今週はいよいよ、武装決戦 SC 相模原戦です、心境の方お願いします。隣の町ですし、やっぱりダービーってことで、まあ、絶対勝ちたいなと思います。今チーム、先日はロスタイムでゴールを決めて勝っていい雰囲気なのかなと思うんですけど、どう感じてますか？まあ、やっぱりそんなに内容が良くない中でもああやって最後に点を取って勝てたっていうことはすごく良かったと思いますし、まあ、次につながるんじゃないかなって思います。今年はもう1回対戦しましたが、改めて相模原の印象っていうのはどうでしょうか？相模原の印象、まあ、高原選手も入ったし、まあ、そこを起点に、両サイドハーフがスピードがあって、まあ、攻撃、まあ、両サイドハーフが起点になるんじゃないかなっていう印象ですね。個人的には3月の対戦でゴールを決めてますけど、どうでしょうか？いや、もちろん点に絡むこと、ゴールに絡むことは、いつも意識してるんで、まあ、アシストでも得点でも、絡めるかなと思います。こういうプレーを見せたいっていうのは個人的にありますか？サイドでの1対1での突破だったり、まあ、クロスだったり、まあ、あと守備でやられない、自分のサイドから崩されないところを見てほしいです。ファンの皆さんは、まあ、ライバルとの対決ということで勝利を望んでいると思います。最後に、意気込み、ファンやサポーターへのメッセージをお願いします。隣町とのダービーなんで、まあ、選手も、まあ、絶対に負けたくないっていう気持ちは持っているんで、一丸となって戦いましょう。